めっちゃぼやけた。エアブラシはお好きですか？ふんわり塗りたいときにとっても便利ですよね。それゆえに爆誕するぼやぼやイラスト。今回はぼやけた塗りの解消方法とエアブラシの使いどころを解説していくので、ぜひ見ていってね。その1、まずは硬いペンで塗ろう。下塗りしたイラストに影を塗っていくよ。新規レイヤーを作成後、ブレンドモードを上段にして下塗りレイヤーにクリッピングしたらペンフェードを選択。影色は薄紫が馴染みやすいよ。アニメ塗りを意識してはっきりと影を塗っていきます。塗り終わりました。その2、エアブラシは部分的に使うです。ibisPaint.